こんにちは、三重県の住宅会社ハーモニーの岡辻です。今回ご紹介するお家はなんと防音スタジオがついたお家になっております。ではルームツアースタートです。では外壁を見ていきましょう。こちらはガルバリウム鋼板を使っておりまして、お家全体はネイビーブラックになっているんですけれども、玄関だけグリーンの色味になっておりまして、コントラストがとてもかっこいいです。そして玄関は木目のドアになっております。では入っていきましょう。玄関に入ってきました。まずはシューズクロークをご案内していきます。こちらのシューズクロークは駆動棚になっておりまして、段も入れますし靴もたっぷり入りますので、お布団の荷物も収納することができます。玄関の横には手洗い場もついております。帰ってきてからすぐ手が洗えるのでとても便利ですよね。最近はコロナ禍で帰ってきてからすぐに手を洗う習慣がついていますので、玄関からすぐに手洗い場があるご要望もとても増えております。そしてこちらは無垢抜きの洗面台になっておりますので、とてもおしゃれで掃除もとてもしやすいです。じゃあトイレをご紹介していきます。トイレはジャニーさんのものを使用しておりまして、こちら棚もついておりますのでとても便利です。クロスは黒でかっこいい印象に仕上がっておりまして、こちらのライトも存在感があってとても素敵です。ではリビングをご紹介していきます。リビングに入ってきました。めちゃくちゃかっこいいですよね。こちらのリビングは 13.6 畳の広さになっておりまして、打ちっぱなし風のコンクリート調の壁とデザイン階段がかっこよくて相性抜群ですよね。こちらのクロスはオーナー様からもとても人気のクロスになっております。床は木材の床を使用しておりまして、天井はクロスを使用しております。天井クロスでも同じ色味にすることで統一感も出ますし、コストも抑えられます。ではリビング収納をご紹介いたします。リビングに収納がついていると、後から物が増えても収納ボックスや家具を買わなくてもこちらに収納ができます。さらに扉がついていますので、お部屋もすっきりとした雰囲気になります。ではキッチンをご紹介していきます。キッチンはカウンターがついておりますので、ここに椅子を置いてご飯を食べることもできます。そしてこのかっこいいリビングなので、ここで晩酌するのもとても楽しいですよね。こちらのキッチンカウンターは床の色味に合わせて暗めの茶色で仕上げてあります。ではキッチンの中を見ていきましょう。キッチンはスイージーを採用しておりまして、とてもおしゃれでかっこいいですよね。こちらキッチンもリビングと合わせてこっくりとした木目の色味で合わせております。たくさん収納もあって使いやすいです。そして後ろには収納棚がございます。こちらもキッチンカウンターと色味を合わせておりまして、とてもかっこいい印象に仕上がっております。上には見せる収納がございまして、ここには可愛い雑貨、食器を飾っていただけます。こちらの収納棚と色味を合わせたレンガのクロスもとてもかっこいいですよね。そしてこちら見てください。こちらのコンセントはこのレンガのクロスに合わせてグレーの色味にしております。こういった細かい部分にもこだわれるのも家づくりの楽しみの一つですよね。では続いてパントリーをご紹介していきます。パントリーは両サダについておりますので、収納もたっぷり入りますし、リビングから見えないので生活感もなくすっきりとした印象になっております。では洗面スペースをご案内いたします。キッチンの後ろは洗面スペースになっております。キッチンと洗面が近いと家事がぐっと楽になりますよね。洗面台はジャニスさんを採用しております。こちらのお家では洗面所が広くなっておりますので、こちら側に洗濯機を置くスペースを設けております。こっちに洗濯機があるとお風呂上がりや朝の準備がすごくしやすくなりますよね。ではバスルームをご案内いたします。バスルームはハウステックさんを採用しておりまして、こちらの大理石調の壁はとてもかっこいい仕上がりになっております。では2階をご紹介していきます。ではリビングに戻ってきました。こちらのお家はもう細部までこだわっているので、リビングなどの電気は全部アメリカンスイッチで統一されています。お部屋の雰囲気とも相性ぴったりでとてもかっこいいですよね。ではこちら階段をご紹介していきます。このかっこよくて存在感のある階段なんですが、このクロスが天井まで続いていて吹き抜けにもなっているのでとても開放感もあります。では2階のお部屋をご紹介していきます。2階にはお部屋が2つございます。
そしてこちらトイレをまずご紹介していきます。2階のトイレもジャネスさんを採用しておりまして、クロスはレンガ調のクロスになっております。2階も照明がかっこいいですよね。では寝室をご案内していきます。寝室もクロスかっこいいですね。こちらのお部屋は 6.8 畳の広さになっておりまして、横にはバルコニーもついております。そしてこちら側には収納もついておりますのでご紹介していきます。クローゼットはこちらハンガーラックが2つございますので、ご夫婦で服を分けてしまうこともできます。そしてこちらは壁があるので、こういう収納ボックスを置いても便利ですよね。ではもう1個のお部屋をご紹介いたします。こちらのお部屋は木目調のクロスがとても素敵ですね。こちらのお部屋も 6.8 畳の広さになっております。映像からは分かりにくいんですが、実はオーナー様のご希望でトレーニングルームにしたいということで床を補強してあります。最近ではご自宅にトレーニングルームを設けているお客様がたくさん増えています。ではお待ちかねの防音スタジオをご紹介していきます。1階の玄関ホール前に戻ってきました。実は玄関の正面に防音スタジオがあったんです。では入っていきましょう。実はもうこのドアが防音ドアになっておりまして、一般的なドアにはゴムのパッキンはついていないんですけれども、こちらにはついております。通常のドアは隙間があってそこから音が漏れているんですが、そのゴムのパッキンがついているとその隙間が完全に埋まって音がシャットアウトされます。では中に入っていきましょう。ではこの防音スタジオをご紹介していきたいんですが、実はこちらのオーナー様は以前ハーモニーの YouTube でご紹介しておりました、普通のお部屋をレコーディングルームに改造する動画を見て、ご自身もやってみたいと思ってお問い合わせをいただきました。ありがとうございます。そしてこの防音スタジオは8畳の広さがございまして、文字通り防音になっておりますので、映画鑑賞や楽器演奏も楽しめます。自宅で周りを気にせずに楽しめるなんて夢のようですよね。では防音の秘密を探っていきます。実はこのおしゃれなグレーのレンガ調の壁には、中に遮音隙間充填材が入っておりまして、音漏れをしないようにしてあるんです。そして防音率を検討する際に重要なポイントは、実はこちら換気口にもございます。たとえドアや壁をしっかり防音していても、この換気口から音が漏れてしまうケースもございます。ですがこのお家はこの遮音効果のある24時間換気システムを採用しておりますので、防音に徹底しております。こういった防音室を考えていらっしゃる方はぜひご相談してみてください。今回のルームツアーはいかがでしたか。戻りを最後にご紹介します。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバイ。